ちゃんくん、おはよう。おはようございます。今日はジャン君とポンちゃんが朝5時過ぎに起こしてくれました。なんかちょっとポンちゃんの方がニャーニャー言ってたかな。ジャン君は起きたと思ってこっちに来たのね。さあ少し早いですけど、おり、ジャン君がくつろいでいたところにポンちゃん来ました。ポンちゃん、ジャン君はちょっとおっさんのような感じでしたよ。部長だよ部長かわいい部長さんだよね。
気持ちいいね、ポンちゃん。やっぱりポンちゃんが顔がよく見えない。少し明るめにしてみるか。そうすると、ジャン君の顔が白く飛びます。うん、難しい。おひげが立派。ジャン君なんか噛み始めてるよ。手袋じゃないの。あ、ポンちゃんメロ出てる。かわいい。まあ毛づくろいの一環だとは思うんだけど、結構噛むよね。噛むんじゃなくてカシ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 ってしてあげてね、ジャン君。はい、ジャン君。今日もまた夜が来たよ。一日寝てたな、君はね。さあ、コロナウイルスに負けないように頑張ってまた寝ましょう。